Na, gucken, was er zu erzählen hat. 不思議なもんです。あなたと差し向かいでラーメンとは。まさかこんな日が来るなんてね。そういうのいいから。Ekelhaft。落ち着きませんね、八神さん。あんた、今も梶平の会長とはやりとりを？やりとりってほどのことは、向こうが呼びたいときに私を呼びつけるだけです。まあ、記者としては仲良くしときたい相手ですしね。せいぜい利用させてもらいます。へえ。八神さんとも仲良くやりたいんですよ。だってほら、この間殺された新谷先生。あなたが第一発見者だったとか？Ich vertraue dem nicht, dem Penner。今日はアドデック9を解説してくれるんじゃなかったか？でなきゃあんたといる理由はないな。わかりましたよ。じゃあ。今日は一つ貸しってことで。Schuld dir einen Scheiß. Genau aus dem Grund wollte ich nicht mit ihm reden. Ja, ich auch nicht, Mann. Egal, Hauptsache er hat was zu erzählen. 一般的に新薬の開発というのは、まずその病気に効く化合物を見つけることから始まります。それが新薬の候補になるわけです。うん。その効果を動物実験で試し、パスすればようやく臨床試験。臨床試験というのは要するに人体実験のことですね。そうやって何年も、いや、場合によってはもっと長い時間をかけて効果や安全性を確認し、新薬として製品化されます。どえらく大変なのはわかるよ。さて、これまでのアルツハイマー治療薬は、あくまで病状の進行を遅らせるものです。完治させるものは一つとしてありません。しかし、木戸博士のアドデック9は、マウス実験で目覚ましい効果を上げたんです。もしそれが人体にも有効なら、人類はアルツハイマーを治すことができる。Das wäre nicht schlecht. 1年前の論文はつまり、そういう内容だったわけです。なるほどね。八神さん、今日本では80歳を過ぎると4人に1人は認知症です。例えば50代の夫婦がいたら、それぞれの両親4人のうち1人が発症する計算です。さらにその30年後、自分か配偶者が認知症になってる確率は OK2つに1つ。あ、du Statistiker。認知症は誰にとっても一言ではありません。いずれ自分にそれと疑わしい症状が出たら、私ならすぐ診察を受けますね。Zu Recht。中にはうまく病状の進行を抑えながら仕事を続けている人もいます。認知症は恐れるのではなく、備えるべき病気です。その時一番の敵は、社会の無理解と無関心でしょうね。今のあなたのように。分かったよ。ではまず、八神さんにはアルツハイマーの概要を知っていただきますが、聞く気ありますか？Wow, diese Auswahlmöglichkeiten hier sind ja unglaublich. Du machst es selbst, wenn ich Nein sage, oder? 他に選択肢はないんだろう？結構。じゃあ始めますね。Warum kann ich das auswählen jetzt? 前提として認知症にはいくつかタイプがありますが、その7割が九段のアルツハイマー病です。脳にアミロイド β というタンパク質が蓄積することで発症すると言われています。すると神経細胞が死滅し、徐々に脳が萎縮してしまう。つまり頭の中にたまるカスみたいなのが脳を縮ませるってこと？かなりざっくり言えばですがね。ただそれさえ仮説の域を出ません。アルツハイマーにはまだわからないことが多いので。脳が縮むとどうなる？記憶に支障が出ます。そもそも記憶には明記、貯蔵、検索というプロセスがありますが、この最初の手順である明記ができなくなる。新しいことが覚えづらくなるんです。
一つ私が印象的に思った例を挙げましょうか。ある認知症患者に日付を聞いたとき、今日は何月何日と正しい答えが返ってきました。ところが今が西暦何年かと聞くと1952年かな、など何十年も前の年を答えることがあるそうです。認知症ではそういった記憶の混濁が見られるというわけで。Nochmal von vorne. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Da ist ein Likai Dikta. So, das ist klar. Ja, so eine Alzheimer, die Adodeck 9 war doof. Es wird aber auch sehr genau beschrieben, alles hier. Lombun Niyoruto, Jikken Maus, Nitoyo Sareta Adodeck 9 war Autophagie, to yobareru Saibou no Jishok Sayo, wo Hiki Okoshimas. Jishok Sayo?自分のタンパク質を自分で分解する作用、自分を食べると書いて自食です。その作用で脳にたまるタンパク質であるアミロイド β が瞬時に分解されるんです。瞬時に、ええ、そのアミロイド β が消えた結果、マウスのアルツハイマーは完全に進行しなくなりました。そこで、しかも驚いたことに死滅していたはずの脳細胞が一部機能を回復したんです。ある科学者はそれをまるで脳の非常電源が入ったようだと言いました。もしこの作用を人体に対しても起こせたら、アルツハイマーを治せる。そうです。患者は世界に数千万人、今も着々と増え続けています。アドデック9が完成すれば間違いなく莫大な利益を生むでしょうね、うん、売る方にも買う方にもまさに夢の薬です。 Verstehe, wenn das stimmt, wäre es wirklich ein Wundermedikament, aber 本当にそれは夢の薬なのか。話がうますぎるってことだ。はい。例えば創薬センターの副所長は何かアドデック9に欠陥があると疑ってた。それを嗅ぎ回った結果、秘密を守る誰かに殺された。行きずりの喧嘩に見せかけて。秘密というとどんな？データの捏造とか薬の効果をでっち上げてたとか。うん、そういうことなら見当違いですね。ん？なんで？アドデック9は論文発表後マウスで何度も検証されています。わお。それを裏付けるデータも揃っています。捏造なんてありえません。わお。あの新薬はすでに科学的に証明された存在なんです。確かなのか？確かです。むしろ私は論文に多少のあらがあってもどんどん開発を進めるべきだと思いますね。認知症治療薬は世界中で開発が進められています。もしよそに先を越されたら国家的な損失ですから。ヒドさんは慎重すぎますよ。いつまでも動物実験してる場合じゃありません。すぐにでも臨床試験に入っていい。臨床試験っていうのは、いや、Menschenversuche。人体実験です。人体実験。まさか。どうしました？いや、じゃあアドデック9には本当に何も問題ないのか？うん？そうですね。これは強いて言えばの話ですけど。ん？アドデック9の論文は筆頭著者が木戸さんとされていますが、実は論文に箔をつけるために名前を貸しただけみたいですね。研究の実質的なキーマンは別にいて、ほら、あなたもご存知の小野という研究員です。黒幕は小野か。アドデック9は木戸じゃなく小野が作った。そのようですね。まあ単なる研究員の論文では誰にも注目されません。
だからその道の権威の名前で発表される方が体裁も良い。Macht Sinn. でもよく聞く話ですよ。大した問題じゃありません。Aber irgendwas hat dieses Medikament an sich. Das macht mir etwas Angst. Es ist wirklich zu schön, um wahr zu sein. Shou no Yōji. Mata anta no namae ga dete kita na. Was? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine große Nummer sein soll, aber er ist so unauffällig, der, das ist eine Wurst. Ich dachte echt, das ist einfach eine Wurst. Keine Ahnung. Menschen, was haben wir denn hier dazu bekommen? Shono haben wir jetzt dazu bekommen. Neue Beweise. Der ME9 Forschungsbericht. Okay. Gehe den Fall im Büro nach. Dieser Kahin-Anführer hat also getan, was er wollte. Er hat alle verprügelt. Mann. Kim-san, kannst du nichts alleine? So, wir müssen in unser eigenes Büro zurück. Es gibt auch nichts weiter zu erledigen für uns. Also, auf ins Büro. Lalalala. Ja, krass. Also ich bin eigentlich gespannt, was der Shono damit zu tun hat. Oh, Freunde. Wow. Okay, jetzt vielleicht mal den anderen Stil. Oh, Mann. Yagami dreht durch. So, eins nach dem anderen, Freunde. Jeder bekommt mal einen Tritt ab. Mann, die wehren sich auch gar nicht, oder? Hier, für dich habe ich meinen Tiger. Nice. Okay. Qualitätsdraht. Stabiles Plastik. Wird alles gern angenommen. So, und wir hätten eigentlich hier schon durchgekannt. Das machen wir auch direkt. Vielleicht liegt hier noch irgendwas für uns? Nö. Einmal übers Auto bitte. Merci. Und auf ins Büro. Ja. Hier müssen wir hin. Geh den Fall im Büro durch. Jo, hier warten schon alle. Okaerinasai. Hi. Nanda. Minna sorotten no ka? Hattori-san to no hanashi dou deshita? Yaku ni tachimashita? Ma, tabun. Okay. Sitzen. Warte, 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 warte. Erst einmal. Wie sieht's mit Aufträgen aus? Nix. Wir haben einfach nichts zu tun. Ich werde jetzt vor allen anderen, werde ich essen. Oh, was ist das denn? Ist das Omelette? Das ist Umuraisu. Essen. Das mache ich am besten gleich warm und probiere mal. Mann, ist das lecker. Und wieder voll aufgeladen. Wobei, ich bin ziemlich angeschlagen, sehe ich gerade. Ich sollte das mal reparieren. Wir sprechen mal. Was? せっかくメンバーが集まってることだし、あ、そう、いやいや、klar。少し情報を整理しません。じゃあ、gut。どうぞ座ってください。Jawohl, das werde ich sofort tun. Und zwar hier. So. 何？じゃあ結局アドデック内には何も問題なかったわけ。服部の話だとね。でも。木戸が名前だけのお飾りだったっていうのは初耳です、うん、そうなるとやっぱり小野の方に何かあるんですかね。どうだろうな。ただそれより俺は服部と話してて一つ気になる言葉があった。なんだよ。人体実験、うん、それがアドデックナインはこれから人体実験に入る段階らしい。人体実験か。なんか連想しちゃね。目をえぐられた死体とか。アホか。で、
その人体実験がどう気になるの？いや、だからモグラの殺しがさ、アドデックナインの例えば極秘の人体実験だったとしたらどうかなって。お前までマジで言ってんのか？仮にモグラの黒幕がショーノだとして、だとしてショーノが殺し屋に何人も殺しを頼んだってのか？やっぱおかしいか。もし人体実験だとしても、認知症の新薬試すのにわざわざ人を殺しますかね、うん、ウイルス兵器じゃあるまいし。そこはほら、未知のものすごい副作用があったとか、殺したかったわけじゃなくて死なせちゃったんだよ。でも実験マウスが全然平気なんですよ。なのにいきなり人を死なせちゃうなんて、まさか。そのまさかが起きたんだとしたら、じゃあアドデックナインはマウスに無害で人間には猛毒だったってことですか？いや、可能性。ああ、だからその副作用をなくすために何人も実験する必要がある。それで凶霊界の連中を何人も殺してたとか。Wenn schon diese Yakuza zum Schweigen bringen musste, hat er vielleicht den Maulwurf eingesetzt. Das kann sein. Oder es gab einen Nebeneffekt, der die Augen beeinträchtigt hat oder so. Oder die Augen verändert hat. Und man wollte nicht, dass es rauskommt, dass es öffentlich wird. Da habe ich jetzt so eine kleine Theorie. Ich weiß nicht, ob ich vollkommen daneben liege, weil Augen ausstechen? Vielleicht hat das wirklich irgendwas damit zu tun. Ich bin echt gespannt. Matta!そもそも薬の実験ならその病気の患者に試さねえか。モグラがやったやつらは別にアルツハイマーじゃなかったろ。そうだな。いや、新薬の臨床試験は健康な人にもやるそうです。薬が人体に安全か確かめるために。最終的にはそうかもしんねえけど、やっぱ最初は患者からだろ。でもさ、勘弁しろよ。ちっと話真面目に進めようぜ。みんな真面目に話してますよ。人体実験がどうのこうの、真面目に話せねえっつってんだアホが。アホ？全ての可能性をちゃんと考察しない人の方がアホですよ。ほう、そうかい。じゃあ、あのセンターで殺されたワクってじいさんも人体実験だったのかもな。Was regst du dich denn so auf jetzt? ん？なんだよ。八神さんが昔弁護した創薬センターの事件。あの時殺されたワクさんは確かアルツハイマーだったよね。それ当たりじゃないですか？あの事件の被害者はワクっていうアルツハイマー病の患者だった。でも大久保新平は無罪になって、結局今も誰が何のために枠を殺したかは分かってない。Was, wenn das Motiv für diesen Mord ein Menschenversuch mit ME9 war? まあ落ち着けって。それ3年前の事件だろ。そんな前からアドデック9があったっけか？Ja, nicht offiziell. 確かにアドデック9の論文発表は1年前ですね。でも当然、研究はそのずっと前から始まってたはずです。ってことはマジかこれ。まだ何とも言えませんけど、この話もう少し掘り下げてみます。Das sehe ich auch so. Das ist interessant. Krass. Das sind alles Menschenversuche. Das macht sogar Sinn. Vielleicht liegen wir aber auch komplett falsch. Füge die Informationen zusammen. Ja, und wie?Indem ich mit denen spreche? さっきの人体実験説、もう少し話し合いたいです。Ja? 続けてもいいですか？Na klar, ja sicher. Ah, もちろん。Dafür bin ich doch hier, Mann. Warum wird das immer unterbrochen, Mann? ショーノが3年前に人体実験をやったとして、なんで急にそんなことしたんですかね？本来なら臨床試験に入る前にもっと安全性を確認するでしょうし、ショーノの動機は何だったんです？
Mal überlegen, wieso sollte Shono die Vorschriften verletzen und Experimente an Baku durchführen? Yappari. Kakkitekina shinyaku o hayaku hito no karada de tameshita katta. Umaku ikeba sekai o sukuu tte shinyaku da. Sore demo seishiki na tejun o funde rinshou shiken o yaru made ni wa jikan ga kakaru. Ah, stimmt. Edashita ra nannen mo. Sokka.でもショーノのそばには認知症の患者がたくさんいて、ちょっとくらいの実験ならまずバレないでしょうし、逆にうまくいったら万々歳です。それですぐにでも世界を救えるなら多少危険を冒してでも、でもその結果ショーノはまさかの副作用で患者を死なせてしまった。おや3年前の事件についてはやっぱりそれによる事故だった気がするな。なるほど。ただし今は危険を承知で人体実験を続けている。モグラを使って。まだ仮説の段階だけど、今のところ筋は通ってるよな。Sehe ich auch so. Nicht schlecht, Freunde. Gut. Gute Investigation hier. さっきの八神さんの仮説でいくと、じゃあ大久保って本当に無実だったの？でもあいつその後恋人殺したよね。だから死刑なんでしょう。寄せすぎうら。その話はまた後だ。Okay, neue Details, aber was für welche Freunde? Ja. Ja, keine Ahnung. Update, hier ist ein Update.Hier haben wir ein Update. Okay. Füge die Informationen zusammen. Sag mal! Warum? Gibt's jetzt Aufträge? Nein. Warum wird das immer unterbrochen? Hat das jetzt irgendwas zu tun? Oh. Nee, will ich nicht. Ich will nichts hören.Immer gerade auf die Straße, Leute. Das muss doch einen Grund haben, warum das immer wieder unterbrochen wird. Vielleicht gibt es jetzt irgendwelche Nebenmissionen, die man nur jetzt lösen kann. Würde mich nicht wundern. Aber anscheinend nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir reden einfach weiter. Wir fügen die Informationen weiter zusammen. Warum das immer unterbrochen wird, ist mir ein Rätsel.It's me a riddle. So. 今までの話をまとめると、まず3年前、ショーノがアドテック9の実験中に事故で患者を死なせてしまった。ところがその人体実験は今も続いてて、だからハムラやモグラが恐霊界の人間を何人も殺している。いやでもさ、ショーノにヤクザとか殺し屋なんて動かせる？普通の研究員じゃ金もコネもないよね。Keine Ahnung。それを持ってるやつがショーノのそばにいるとしたら、ヤクザを動かせるような人？誰のこと言ってるの？Wer könnte den Kontakt zwischen einem Forscher wie Shono und der Yakuza hergestellt haben? Minister Kazami vom Gesundheitsministerium. Shigeru Kajihira, Vorsitzender Kajihira Group.Yusuke Kido, Direktor. Der Direktor? Hat der irgendwas mit Yakuza am Hut? Der Minister vielleicht? 100 Pro, oder? Der komische Minister, der da immer rumge... Ja, ich probier's mal mit ihm. Und daneben. Shit. 現役の大臣がショーノのためにヤクザを動かしたってこと？ Das war nur ein Witz. 本当に？確かに大臣なら力はありそうですけど、そこまでリスクを犯すメリットが大臣にあるかどうか。じゃあ他に誰がいる？ショーノの代わりにハムラとコネを持っていた人物、それは。いや、dann muss es doch Kajihira sein. Der hat doch was mit den Yakuza am Hut. ショーノとハムラの間をつないだのは、カジヒラグループの会長、カジヒラ茂だ。いや、それはちょっと。ん？モグラが殺してる恐霊界は、
そもそも梶平の手駒ですし、大体正野と梶平にだって接点がないです。分かった。確かにじゃあ wirklich キド、じゃあ正野と羽村を取り持ったって結局誰のこと？え、warum warum denn キド、 was hat der mit Yakuza? Übersehe ich hier gerade irgendwas? 創薬センターのトップ木戸龍介。なるほど。あ、that's interesting。 木戸ならセンターの金も動かせるでしょうし、そういえば裏社会とつながっているって話もありましたね。えっ？そうですよ。That's wusste ich nicht。 きっと木戸も一味です。いや、それはどうかな。なんだよ。だってほら、例の論文発表の時の記者会見、あの時の木戸の顔を覚えてない？あんな無邪気なドヤ顔してたんだよ。もし人体実験のことがバレれば破滅なのに。木戸ってそんなに肝座ってる人？まあそうは見えねえな。じゃあ木戸が人体実験のことを知らされたのはあの記者会見の後、そういうことならどうです？あ、まず正野は何も知らない木戸をアドデックナインの論文の筆頭執筆者にして、全ての手柄も譲った。大喜びの木戸はそれをあの場で華々しく発表したんです。でその後実験で人が死んでるとか言われてももう抜けられませんよね。多分そうやって正野は木戸を一味に引き込んだ。木戸の金とコネを通じて羽村やモグラを雇うために。Dieser Teufel。 ってことなら結構自然な流れじゃありません？ほうほう。なら正野と木戸の力関係は見た目と逆か。ええ、やっぱりモグラの黒幕は正野ですよ。パス。OK。じゃあその場合よ、最初に正野が殺し屋使ったのはいつだ？いつからモグラは動いている？ Wann war das erste Mal, dass Shono den Auftragskiller eingesetzt hat? Vor 6 Monaten, als Hashiki starb, als er anfing, die Kyurei Yakuza zu töten, vor 3 Jahren, als Waku getötet wurde. Ja, muss ja der gewesen sein, oder? 3 Jahre alt.正野が患者を死なせた時、その事件でモグラとつながったんじゃないか。でも正野が患者を死なせたのは多分事故であって想定外のことだったんですよね。そこで殺し屋を雇う理由って何かあります？そっか。じゃあ別に。だから、それはもう Witz。だからいつだよ。Wann war das erste Mal? Ja, dann vor 6 Monaten, oder? Als Hashiki starb. War das so?半年前にハシキを殺したのはモグラだったと思う。なんでだ？ショーノにとってアドデックナインを嗅ぎ回るハシキは目障りだった。でも犯行当時、ショーノにはタクシーに乗ってたってアリバイがある。この時ショーノは別の誰かにハシキを死なせたんじゃないか。じゃあ例の黒いレインコートの男がモグラだったってことですか？ああ。腕のいい殺し屋なんてそう何人もいないだろう。確かにな、俺もそう思う。ベスタス、ハシキが殺されずにいたらそのうち例の人体実験にも気づいたかもしれない。ええ、そうなったら正野たちは破滅ですから、ハシキを始末しようとするには十分な動機です。いろいろ辻褄は合うってわけ。いや、Ey, sieht aus, als wäre Sugiura noch nicht ganz überzeugt. Ich will dir was sagen, oder? Ja. Die bisherigen Geschichten sind ja nur Vermutungen, oder? Und das hier ist ein bisschen zu gut für Yagami. Zu gut für Yagami ist was? 3 Jahre alt, als er den Patienten im Center getötet hat, Shono, würde ich sagen. Also.あの事件で疑われてた大久保は完全に潔白だったってことでしょ？そうだ、判決通り。あいつは本当に無実だったわけだ。でも大久保ってさ、
その後恋人殺してるよね。当てます。包丁で何度も刺して火までつけた。禁酒してたはずが相当酒臭かったってね。結局あいつ本当は殺人鬼だったじゃない。だからみんな騒いだんでしょう。センターの事件で大久保を無罪にしたのが間違いだったって。やっぱりあれも大久保の仕業だったんじゃないかってね。でも八神さんとしては大久保が判決通り無実だったと信じたい。そして寺沢恵美が死んだのも自分のせいじゃなかったと思いたい。違う？いい加減にしろ杉浦。人の古傷なんだと思ってやがる。Das war eindeutig. 僕はもともと自分が感情に振り回されやすいって自覚があってさ、だからフェアでいようっていつも努力してる。なんだと？さっきの八神さんの仮説を進めるなら、まず大久保の潔白を確かめなきゃ。創薬センターで枠っておじいちゃんを本当に殺してなかったかどうか。そんなもんどうやって確かめんだ？大久保に聞くんだよ。センターでの事件、君は本当に無実だったかって。わお。大久保と直で会えってのか。でも死刑囚と会うには。弁護士なら死刑囚とだって面会できるでしょ。Shinpei Okubo sitzt immer noch im Gefängnis. Ich könnte ihn besuchen, aber. Er war Oreo Nikundir. Terasawa Emi no Kende, Okubo hat zu Mujitsu und Taiteta. Dem Oreo, Soreo Mistetanda. Mo Akiramero Tena. Sore demo. Mo Ichdo Okubo Tenin yo Mito Kubekijano. Yagami Sanga.本気でこの事件を追いかけたいんだ。どうする？Sieht so aus。星野君。はい。大久保新平と面会する。手配。頼めるか。Ich dachte, du sagst es aber geschehen。わかりました。拘置所に連絡します。Gut, danke。その間に俺はもう一度大久保の裁判資料を見てくるよ。源田先生のところに行ってくる。はい。Okay。Gut。Krass, was hier wieder abgeht. Viele Informationen bekommen. Deine Fallakte wurden natürlich wieder weitere Informationen hinzugefügt. Und zwar der Mann im regenschwarzen, im regenschwarzen Mantel. Im schwarzen Regenmantel, Mann. Wer ist das denn? Mika, eine Hostess. Ach die, die uns alles erzählt hat, okay. Gut.Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn, ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann, adios amigos.